どうも、岡田です。今日はですね、 T シャツたくさんあるじゃないですか。その中で、まあ、結構皆さんこう手に取ってるアイテムといえばユニクロ U のね、こちらの T シャツ2種類、こちらだと思います。一つは、オーバーサイズのあのエアリズムのこのクルーネック T シャツ、ゴブ袖の、T シャツと、こちらユニクロ U の1000円のね、クルーネック T シャツ。これさ、もう男性女性問わずめちゃくちゃ人気のアイテムですよね。その中であくまでも個人的になんですけれども、もしね、こうどっちの方がいいかなっていう風に惹かれたらっていうようなね、ことなんですが、まあ結論ね、まあ両方買ってるので両方好きは好きなんですけれども、まあ用途に応じて使い分けのアイテムなのかなっていう風に思っているわけですよ。で、それでね、正式な名称でいくと、こちらエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツゴブ袖ということで、まあ裏地がですね、まあユニクロといえばエアリズムですね。エアリズムとコットンのですね、タイプになっておりまして、これはやっぱりさ、やっぱこう少しオーバーサイズで着られるということで、まあ、トレンド性めちゃくちゃあるんじゃないかなと思いますね。本当に身幅の感じとか、まあ、着た時のこの軽さっていうかね、こうなんかね、ほんとね、気持ちがいいんですよ。で、こちらですね、1000円の、これがですね、ユニクロ U のクルーネック T シャツ半袖ということで、僕がね、個人的にこっちたくさんやっぱり買ってるんですよね。これほんの一部なんですけれども、まあ、新色の、ネイビーとか、これもそうですね、マスタードですね、あとオレンジとかパープルとか、ナチュラルとかホワイトとかね、まあ、いくつか持っております。で、これの良さっていうのはやっぱりこう通年着られる、まあ、年間通して、まあ、今からであれば半袖の T シャツなので、まあ1枚でも着られるし、まあ重ね着してもね、使っているので、まあ夏のシーズン使えると。で、秋冬になったらインナーでも使えるので、あとサイズバリエーション、カラーバリエーション豊富なので、まあ様々なニーズに応えてくれるユニクロ U の半袖 T シャツ。数的にね、僕ね、結構ほんとこっち買っちゃってるので、どっちがね、まあでもね、ほんと比べるものでもないと思うんですよ。ことでもないと思うんですよ。ことでもない、おかしいね、比べる対象ではないというか、本当別物だと思ってますね。で、ただこれに関しては僕ね、あの買ったのがね、さっき見たらね、2月の20何日かなんかで動画もアップしてて、これね、だからちょっとこうね、やっぱエアリズムというものがこうね、裏ついてるから、さらっとしてね、気持ちいいんですけれども、買ってからね、数ヶ月ね、着てなかったんですよ。なんでかって、ちょっとやっぱ寒かったんですよね。この上から何か着ようと思っても、インナーっていうか内側がエアリズムだから、ちょっとね、こう寒さがあったので着てなくて、まあ、言っても最近ここ1ヶ月ぐらいかな、着始めたの、まあ、だからですね、そういった意味も含めて通年はちょっと使いづらいかなと思うんだけれども、トレンド性がめちゃくちゃあるじゃないですか。で、カラーバリエーションもね、これね、豊富で、今何色出てる？ 1,2,3,4,5,6、 10色ぐらい出てるんだ。10色ぐらい出てるんですよね。ほんと様々なニーズに応えてくれるし、めちゃくちゃ人気ですよね。めちゃくちゃ人気があるなっていうふうに思ってるわけですよ。僕もこれね、買い始めの時、オンラインで見たらめっちゃ在庫減ってて、急いでね、近くのユニクロに買いに行ったんですよね。いや、これはね、そういった意味ではね、いいかなと思います。で、素材的にね、ちょっとこう、なんていうんかな、ほんと柔らかいし、軽いしですね、引っ掛けやすかったりするのかな、どうなんだろうか。でもね、ほんと、まあ、着心地がいいし、まあ、ほんと軽いしですね、こう、トレンド感があってですね、うん、いいのかなと思います。毛玉とかね、できやすいのかなとか思ったりもしたんですけども、そんなことも一切なくですね、順調にですね、この夏の時期、ほんと夏の時期バッチリじゃないですか。これから暑い時期さ、これさらりと着てさ、ね、いろんなカラーもあるので、着てもいいのかなと思いますが、結構完売してるものが、カラーが多いのではないかなと思いますね。で、こっちはほんとさっき言ったように通年使えるアイテムなので、まあバリエーション、カラーバリエーション、これがね、何色だったっけ？16色ぐらいあるんですよね。新色が4色出てて、合計16色だったと思うんですよね。
それぐらいかな。16、3、4、12、13、14、18色か。めちゃくちゃ多い。で、サイズね、もうほんとバリエーション豊富だし、カラバリも豊富だし、まあこのね、コットンの生地はもうガシガシ洗って、着込めば着込むほど、洗えば洗うほど味が出てさ、なんかさ、ほんと定番的な T シャツになりましたよね。ユニクロの定番 T シャツといえばユニクロ U の T シャツかっていうぐらい感じがあるんですけれども、個人的にね、あのね、今ちょっと改めて思ったんですけど、やっぱこれプリントよりやっぱこうね、昔みたいにこうついてた方が好きかな。まあ、これはこれで全然いいと思うんですけども、ね、もう痒くならないしさ、いいと思うんですけれども、ほんと作りも丈夫だし、なんか毎年買ってるし、楽しませてくれる一着かなと思ってます。これっていつも秋冬って定番カラーって残ってましたかね。インナーにね、ちょっとガンガン使ってもいきたいなと思いますし、まあ、これからね、シーズン的に若干、ただね、生地が肉厚なので真夏はちょっと暑かったりするかなと思うので、まあ、その時は、まあ、色ですね、カラーでですね、まあ、白をチョイスしたりとか、このね、ナチュラルをチョイスしたりだとかっていう、こう工夫がね、こうまた楽しめるんですよね。ということで、結論ではないんですけれども、どっちがね、好きかと言われたら、比べられないっていうのがね、結論だし、それぞれの良さがあるし、おそらくそれぞれのファンがね、いると思います。こっちが好きっていう人もいるし、こっちが好きっていう人もいるし、で、僕も必ずしもこっちを着るべきだ、こっちを着るべきだじゃなくて、実際自分自身2つ買ってるから、両方好きだけれども、まあ、通年通して考えるんであればこちらかな。うん、で、この夏の暑い時期、これから、これからね、来る8月9月の暑い時期行くとすれば、エアリズムコットン T シャツなんじゃないかなっていうふうにね、思っております。本当トレンド感もあってね、楽しめる一着出たなっていうふうにね、思ってますね。いやー、でもね、いや、これは本当ね、サイズバリエーションとかね、本当、1000円っていうのがね、やっぱ気軽に楽しめる価格なのかなと思ってますね。このクオリティ1000円はすごいな。で、最後なんですけれども、それでサイズとかってさ、カラーとかって結構残ってんのかな。そろそろだって秋冬の新作のあれじゃないですか、エアリズムコットンオーバーサイズ T シャツということでね、表がコットンで裏がエアリズム、快適オーバーサイズ2番っぽく 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10色、まあ、仮に、僕これね、 L サイズ 171cm58kg で L サイズで少し大きめでございます。L サイズがね、このダークオレンジ、パープルは売り切れてますね。あ、ここら辺もそろそろダークブラウンとかもなくなりかけてきてますね。あ、これもないじゃん、ブルーも。ここら辺はないね。結構ないですね。あ、全然ないじゃない。白、黒、まあ、白黒、この明るめのブラウンっていうのが、まだ、サイズ、マスタードも、あ、マスタードこれ新色とかじゃなかったかな。ね、選べるのではないかなと思ってますので、まあ、半袖は僕ね、追加購入多分ないと思うんですけれども、どうしても暑くて、どうしてもこれが着たいなと思ったら買っちゃうかもしれない。で、続いてが、クルーネック T シャツ。クルーネック T シャツは、これもね、だいぶサイズ欠けてきているのかな。あ、ないものはないですね。このレッドとか。ナチュラルはある。あ、このブラウンとかもないな。ブルーとかも、まあ、店舗に行ったら結構あったりなかったりするというような気もするんですけれども、あの、このパープルも、このパープルもほとんどないっていうか M しか、ないですね。ダークパープルもないな。まあそれでね、こう新色がさ、あの、出てきてるとは思うんですよね。このね、ネイビーがね、絶妙なカラーなんですよ。まあ、ここオンラインではないけれども、多分店舗ではまだあるような気がするんですよね。で、このマスタードは全部余ってる。このマスタードもね、ちょっとこう、まあ季節的に汗とか気になってきちゃうようなね、カラーなんですけれども、これ秋の始まりとかさ、着てたら、ね、上からなんかジャケットとかデニムジャケットとか着てもさ、使えるような気がしません？ワインやっぱ人気だな。
で、このピンクもね、人気なんですよね。いやー、やっぱ新色となるとね、こう、やっぱ新しいものって着たいじゃないですか、どん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 さ。欲しくなっちゃうんですけれども。まあ、だから、今年のね、夏物は僕はもう、おそらく買わないはずなんですけれども、もしね、追加というか仮に買うんであれば、ユニクロ U の半袖のね、こちらのクルーネック T は、まあ、追加でね、買っちゃうかもしれない。どっちの方が皆さん好きですか？もう本当それぞれだと思いますし、こっちは試したけれども、こっち試してないっていう人もいらっしゃると思いますし、やっぱ新しいものなので、これはそんなに毎年言うほど、まあ、ちょっと素材が薄くなったかなとか、厚いかなとかにもあるんですけれども、そんなに変わらないんで、どっちを選びますでしょうかという形でですね、やっぱりこう洋服楽しいですね。ちょっとね、今年梅雨も長くて雨ばっかりでっていうような天候なんですけれども、まあ、これからさ、もう7月終わっちゃいますね。8月、9月、去年の動画見たらね、11月の頭で糸島にね、こう行ったんですよ。ね、その時僕ね、半袖着てたんで、8、9、10は半袖 OK なのかなとか思いつつ、まだまだ楽しめそうなユニクロ U の T シャツなのではないかなと思います。でもそろそろ秋冬のね、あれが発表されると思うので、そのあたりも楽しみですねという形で、今日はですね、ユニクロ U の T シャツ、どっちの方がいいか、悩むなっていうようなね、動画でございました。どっちの方がいいですかねという形で終わりにしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。全然結論出ないね。結論出ないっていうことは結構両方好きなんですよ。両方好きだけれども、事実、数的に持ってんのはやっぱりさ、僕の場合なんですけれども、こちらのね、タイプの方がたくさん持ってるので、やっぱり好きなのかなっていうようには思えるけれども、夏、真夏考えたらこっちもね、着やすいっすよね。